はい、じゃあ6ミリの工具で、最初ちょっと硬いので、気をつけてください。で、外します。で、この中にまだ六角のボルトの穴があります。で、このボルトが、緩んでいますので、一回調整をするために、これをぐっとある程度のところまで締め付けて止まるまで回してください。で、回したところから360度戻しますので、180度、これで360度です。この状態で、元の状態に戻してください。で、右側にも同じボルトがありますので、同じ調整をしてください。以上です。右側はどちらですか？右側はこちらじゃあです。ちょっと今右側に移動します。はい、右側はここですこね。ちらです。はい。で、同じようで、にこれを開けて緩もめらっます。て、で、この中マッに、シュ。このちょっと見えにくいですけど、中に同じ六角レンチで回るところがあります。で、これも調整してあるんで、まあ、もう一回やりますけれども、完全に締めた状態から360度ですので、180度、360度、これで締めてます。それで、もしこれを緩めるときに硬い場合は、こういう工具を使ってこういうふうに引っ掛けて緩めてもらえると緩みます。はい、OK です。はい。